玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字小学5年生のですね、5月検定課題、こちらをですね、書いて説明をしていきます。今回の課題は水車ですね。この課題ですね、気をつけていただきたいところがいくつかありますね。まず一つは、横画は右上がりに書いていきます。はい、ここ右上がり、この方向にですね、注意して書いていってください。そして水ですね、はい、左右の払いがありますね。左右の払いは方向に注視ですね、伸び伸びと払っていきます。特に右払いはですね、ここ次第に太くして一度筆を止めてからですね、右に払っていきます。その際に左右の払いのですね、この縦画の終わり、はい、そこの位置から比べて上にですね、なるようにですね、まとめていきます。はい、そしてですね、ここ羽ですね、はい、羽は筆の穂先が左側を通っていくと、この筆の腹をちょっと内側に入れてからですね、こう跳ね上げていくという書き方をします。またですね、俺、ここの水の2画目ですね、ここ車の3画目ですね、ここの俺ですね、俺は紙筆と同じ角度で押さえてからですね、そして方向を変えて筆を運んでいきます。はい、また車、ここはですね、水車の車は横画の間の間隔をですね、同じように揃って見えるようにですね、書いていきましょう。はい、この赤手本課題はですね、裏面に赤手本の書き方というのがですね、ありますね。この赤手本の書き方のですね、それぞれにいろいろですね、注意事項が書いてあります。のびのびと払うとか、次第に太くとかですね、内側に寄せるとかですね、書いてありますね。そういったところにですね、注意して、この書き方のですね、書いてあることを頭に入れてからですね、練習に始めていただきたいと思います。それではですね、早速書きながら説明をしていきます。はい、1画目、縦、はい、空手で引いていきます。はい、さっき、ひしひつと同じ角度。で、ここで、くっと内側に入れてから、こう跳ね上げていくというふうに跳ねですね、書いていきます。2画目、右上がりです。はい、この縦画にくっつかないようにします。押さえ直して、そして伸び伸びと払っていきます。払う方向、そして位置を注意していきます。3画目、はい、左に払って、ここですね、位置ここで、右払いはちょっと縦気味に入って、ちょっと右に行ってから次第に右下に次第に太くして、はい、ここで右に払っていきます。はい、水です。車、車ですね、はい、1画目、右上がりです。はい、2画目は内側に寄せていきます。長くしません。3画目、紙筆、はい、45度、紙筆と同じ角度へ、ここ止めて、押さえ直してから内側に寄せていきます。はい、4画目、間隔に気をつけて、そして同じように、はい、5画目、右上がりで伏せて長くです。そして7画目、縦にまっすぐ。引いていきます。最後は払っていきましょう。はい、このようにして書いていきます。左右の払い、折れ、跳ね、そしてですね、横画の間隔を等しくですね、書くよう、そのようなですね、ところに注意して書いていってください。はい、今日は以上です。